バカな。私の戦闘力を大きく。あと、なんだ、刀剣融合。ガハ、ゲホ、ゲホ。まずい。もろにくなった。足の骨、腕。これは頭の損傷がすごいわね。どうした、もう動けないのか。顔周辺の骨も損傷してる。まともに喋れない？悪いな、ここのルールは相手を説明させること。俺もこれが全力なんだ。次もある、悪いが終わらせてもらうぜ。あがけよ、抵抗しろよ。そうすれば俺の罪悪感は少しは和らぐ。お前は強い、間違いなく六名王になれた器だ。だが誰もがその器になれるわけじゃねえ。また次の選挙で頑張りな。お前は先がある。俺と違ってな。くそ。宣言。刀剣融合。なんであいつが、修羅が編み出した一つの進化。修羅のような同じ武器を長年使い続けた者だけができる武器との融合。修羅は豪気と道影に霊波動を教えていたから一緒に教えたのかもね。つまり、少なくとも道影、夜叉丸も同じことができるってことか。ゆゆこ様もとんでもない推薦者を持ってきたもんですよ。修羅には感謝しないとね。おかげで私が推した二人が六名王にふさわしい実力を身につけたわ。くそ。二回戦から飛ばしすぎだ。三回戦。おそらく離島が負けるから、あの雪って女が相手だ。そこまで強くないことを願うしかないな。くそ、なんで離島が勝ち上がりやがったんだ。続いて2回戦第2試合。安藤桃対雪の試合を始めます。豪気、お前大丈夫かよ。お前、使ったのか。ああ、結構やばいな。中途半端だとあのハレンの守備は超えれなかった。そうか、でもそこまでやらないと勝てないよな。覚悟しとけ。二回戦からなんて何のアドバンテージにもならないぞ。相手が水牢ならなおさらな。そうだな、頑張るよ。再度言っておくぞ、使うなら一度のみだ、霊波動と合わせるならなおさらだ。そうだな、これは想像以上にヤバい。はっきり言ってさっき言った雪って女がどこまで強いかだ。あの英気様の推薦だ、強いだろうな。六名王は知らないのか。ああ、他の連中は知らんが、俺は初めて見た。くそ、情報なしか、厄介だぜ、推薦組。ずっと思ってたけど、場違いな女だな。なんかふわふわしてるというか、幼いというか、この殺伐とした戦場に向いてないんだよな。ねえ、来ないの？ああ、行くぜ、まずはお前の情報を抜いてからだ。俺の、周囲の情報を入手する能力、で相手の細かい情報を取って、そこから戦術を作ってやる。戦闘力1万、現時点では大したことない。あとは能力と戦闘経験を。遅いよ、なんであそこに立ってるつもり？まずは一勝。続いて2回戦第3試合に入ります。夜桜道影対ミリアミルバーの試合を始めてください。英気推薦者、雪。離島が相手だったとはいえ、かなり早かったな。もし決勝に行った場合、豪気か、この女、どちらかが、最終決戦の相手になるんだ。俺も次の試合は格上が相手だ、油断はしない？いっぱい力を隠し持ってるね。何？うまくいけば決勝で会えるかもね。決勝までに試合あるんだ、そう簡単にはわからんさ。お前も豪気を舐めてると痛い目に遭うぞ。そうかな。私は大したことないって感じるけど。まあ、あのハレンっていう人を倒してくれたのは感謝してるけどね。私、脅されてたから。どういう？それじゃあ、頑張ってね。なんなんだ、あいつ。それより、俺は目の前の相手に集中しないとな。一回戦がディアンで二回戦がヤシャマル。D の次が、G。何が言いたい？本当、このトーナメントはぬるいなってね。ここまで連続で格下が相手だと楽しみ方を見つける方が難しいよ。言ってろ、お前が格上だったのは青年の頃の話だ、今は違う。いつまでも過去の栄光にすがってんじゃねえよ。過去の栄光？ねえ、そんなセリフ、腐るほど聞いてきた。調子に乗るな、お前程度、中堅の底辺、昔の話、いつまでも格上ずらするな。決まって雑魚が吠える、雑魚特有の言葉だ。そして俺は今までそんな奴らを絶望に叩き落として、無様に命乞いをしてきたのを何度も殺してきた。わかるか？
雑魚は力がない故に吠えることしかできない。だが強者はその力を振るうだけで分からせることができる。お前も同じ末路を与えてやる。絶望しろ。はや。くれよ、振らないと武器を持ってる意味なんかないぞ。アクアスピア。あの野郎、俺が剣しか振るえないと思って遠距離剣を選んできやがった。お前が生み出した水から抜け出せなくさせてやる。重量操作、対象は俺の体に触れている水だ。なんだ、俺の生み出した水が沼に染まったみたいに重く。ふ、水流に持っていかれてるだと。こぞかしい。残念だったな。水は消せるんだよ。そうかい、これでお構いなしに近づけるよ。お前は俺には近づけないんだよ。お前もビアンと同じように潰れろ。巨大化せよ。はぁ、あ、はぁ、あ、この剣、俺にとどめを刺した剣か。11文字。手応えあり。収縮せよ。二段が命取りになったな。いや、二段じゃない。お前はこの剣に恐怖した。その時点で判断を誤ったんだよ。そのまま、地獄で絶望を与えた分償ってこい。なんだと。まだ動けるのか。いい加減諦めろ。光剣総中心。うげえ、気持ち悪い。もう無理だろ、さっさと判定してくれ。うわ、キモ、じゃない？勝者、夜桜道影。うわ、これ、当分触りたくないんだけど。続いて2回戦第4試合に入ります。一軸湯の花対カムイの試合を始めてください。始まってからずっとこの調子、ずっと迷走している。だけど、隙がない、冥界にもまだこんな達人がいたのね。これないか、何？私の気配に気づいたまでは良かったけど、これない以上、それまでの器だったということ。あまり図に乗らないことね、いくら達人の域とはいえ、生前の私に比べたら全然大したことないわ。そう、なら今、ここで、見せてくれる。いいわよ、見せてあげる。カムイちゃんはどうなの、煉獄、あなたの推薦でしょ。前回の6冥王決定戦よりはるかにオーラの使い方が上手くなっています。霊波動の使用時間は修羅同様、2時間使い続けることができます。へぇ、それは楽しみね。まあ、それだけじゃないんだけどね。まずは、自分の戦闘力オーラの10倍の威力を防ぐ盾で相手の攻撃を弾いて、その隙に一気に打ち込んでやる。カムイの卓球、波動風雷戦。バカな。突破できるわけ。私も乙女だ、最後の醜い姿は私だけの秘密にしておこう。もう負けは許されないんだ。勝者、カムイ。これにて2回戦全試合が完了しました。それでは、2回戦が終わりましたので、続いて準決勝を開始します。準決勝第1試合、宮神宮ゴース対2期の試合を始めてください。ふん、やっと本来の6名用試験の人数になったな。マジかよ、こいつら。1試合に全く時間かかってねえ。今ここで一番疲労しているのは俺だけか。慎重に戦わねえとな。はっきり言って水狼戦はラッキーだった。水狼が見誤らなければ俺が普通に負けてた。次の相手は実力を大幅に落としてるとはいえ、元毒虫の蛾を診察したやつだ。水狼同様油断はできないな。さあ、それじゃあ行こうか。後が使えてるしね。正念場だな。頑張れよ、ゴウキ。応援はやめろ、もうここまで来たらお互い敵同士だ、慣れ合いはやめろ。そうだな。決勝でお前をもう一度殺してやる、だから来い。は、次は返り討ちにしてやるよ。面白い茶番ね、私を倒せると思ってるの。やってみないとわかんないだろ。そうね、次の試合で証明してあげるわ。どっちが強いか、望むところだ。ご視聴ありがとうございました。動画は楽しんでいただけましたか？
デッキに行ってくれた人はチャンネル登録よろしくね。他にも再生リストで過去の動画を見やすくまとめているので、気になった人はぜひ見ていってね。ご主人、もう皆さんとお別れの時間です。寂しいけど、次回の動画でまた会おうね。次回も私たちの動画をよろしくね。それでは次回も、楽しんでいってね。